テリエ・リピダルは、ノルウェーのギタリスト兼作曲家である。初期から現在までドイツの代表的なジャズレーベルである ECM レコードを中心に活動している。ジャズを中心に、ロックから現代音楽まで活動は多彩。英国のロックギタリスト、ハンク・マービンの強い影響を受けたリピダルは、1962年、ザ・バンガーズというロックンロールバンドのギタリストとして、 プロのキャリアを開始する。その後リピダルはジャズに転向する。1967年、同じく、ノルウェー出身のサックスプレイヤー、ヤン・ガルバレクとの共演アルバムを経て、翌年の1968年、ガルバレクのグループに加入する。そしてその後、ジョージ・ラッセルのセクステッド・オーケストラにも加入する。1969年、西ドイツ・バーデン・バーデンで行われた。 フリージャズフェスティバルに参加する。このフェスティバルでの演奏と、ロックミュージカル、ヘアーのノルウェー版、オーケストラバージョンでのギター演奏が高く評価されて、リピダルの活動が海外へ広がる足がかりとなった。彼が作曲、演奏した、ラストナイトと、ミステリーマンの2曲が、マイケルマン監督作品の映画、ヒートの中で使用され、同名のサウンドトラック版に収録された。 特に歪んだトーンで独特な空間を作り出すプレイが多く、ラルフ・タウナー、ジョン・アバー・クロンビーと共に ECM レコードの3、大ギタリストと称されることもある。近年の使用機材は、フェンダーのストラットキャスターが中心で、アーミングを多用する。 http://www.imdb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt0104201 スラッシュサウンドトラックハット http://www.imdb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt0113277 スラッシュサウンドトラックありがとうございます